育成出身で、はい、多分プロのコーチになるのは初めてじゃないかなと思うんですよね。<ー>で、まあ、3、えー、軍っていうのはソフトバンクとジャイアンツがあるんですけど、はい、そのやっぱり育成の気持ちを分かる松本さんがコーチになるっていうのは非常にこう価値があることじゃないかなと思うんですよね。はい、本当にまあ、今ソフトバンクの千賀投手なんかも、うん、 えー、キャッチャーの海選手なんかも育成で、うもう育成からどんどんもう日本シリーズとか WBC まで選ばれたりとか、だから入るのはドラフト1位でも育成でももうチャンスは一緒だと思うんですよ。<ー>でも入って、もう今でも、今、まあ自分も振り返るとそうなんですけど、ドラフトされた時って、 一番気持ちがチヤホヤしてるんですよ。ね。そうですよね。でも今、あの、宮崎行ってるジャイアンツの選手は1500スイングとかしてるんですよ。はあ、ね。ドラフトにもかかって選手は、今もうどれだけ、高校生はもう引退してるわけじゃないですか。で、自分でどれだけ追い込んでるか。うん。ね、絶対やってないですよ。僕も全くやってなかった。<laughs> <laughs> そうですよね。だから、ね、そのあたり、あ<ー>あのもう指名されて、来年の1月に合同実施トであって、2月にキャンプ始まるんだけど、まあそこまでにどれだけのことをやってるか。そこで結構差出るんですね。やっぱりね、まあ、吉川選手、去年のドラフト1、はい、1> やっぱりもう、自主トレに来るまでの準備が、 もう断然足りなかった。ああ、そうですか。うん、だからそのあたりをちゃんとやっておく必要があるんじゃないかなーって思いますね。まあ今年も、えー、育成選手が8人指名して、はい、で、その分、えー、今年うん、まあ試合家選手も含めて、その分首切ったわけですよ。まあそうです、ね、ドラフト7位で、で、育成が8人ですから15人取ってるんですよ。と、はい、いうことは15人首切ってるんですよ。 それほど、毎年毎年、ええー、生き残っていくっていうのは大変だということですね。えー、まず、育成選手8人のね、名前を紹介したいと思います。はいえー、日え比賀健心投手。高校生ですね。はい、えー、育成2位、山上慎吾。これもピッチャー。はい、日比賀選手は内野手ですね。うん、うん、えー、で3位が、笠井俊選手。 えー、東北福祉大学、外野手ですね、えー。4位が田中雄大、えー、ピッチャー,、えー。5位が広畑瑠偉、えー、キャッチャー。えー、第6位が小,小山翔平、大学生、えー、キャッチャー。えー、第7位、折下幸樹、えー、ピッチャー。新田の高校って徳島の新田の高校かな あ、そうらしいうちのあの、実家の近所だ。ああ、そうなんですか。うん。もう地元じゃないですか。ねえ。はい。会うことあるのかないや、あると思いますよ。ジャイアンツ球場行けばまず、ねえ。なかなか行かないもんね。まあまあまあ、でも、キャンプとかね。あの、松田選手っていう、育成から試合が登録された選手がいるんですけど、徳島で。はい。で、私の先輩から、あの、 今度、俺がちょっと面倒見てた奴が入るから、あの、水野ちょっと何かあったら声かけてやってくれよってって、<ー>入ってから初めて会うまで2年かかった。<laughs> あ、でも会えたんですね。会えた。<う>だがあの、去年の、あ、今年だ。はい、オープン戦1軍に帯同してきて。ああで、皆さんって何々先輩から、えー、言われてるんですけど、つって、おお前か いやいや、<laughs> まあ、そんなもん、一軍中心にしか行ってないから。まあまあ、そうですよね。なかなかね、見ることはできないんだけど。でも、そういうあたりも、松本さんなんかは、もう育成の気持ち分かってるから。そうですよね。えー、もうあと一人ね。育成8、はい、新荒井壮達。つ、うん、外野手ね。8人が入ってるんだけど、もう彼らは、 やっぱ育成ということで、もう、なんか、背番号も3桁だし、辛い思いはあると思うんだけど、まあでも結局松本さんみたいに自分のアピールすることを、<laughs> 何がアピールできるんだっていうことを最大限にこう生かして、うんうん、えー、もうキャンプから、うん、飛ばしてほしいなと思いますけどね。そうですよね。山口投手だってね、育成ですし、本当に、チャンスはみんな同じですよね。あると思いますから、はい まあ、えー、高校生でも、大学生でも、社会人でも、もう、年は関係ないですから。うん、もう、18歳だろうが、25歳だろうが、えー、活躍するのに年齢は関係ないですからね。うん、これは、どんどん上がっていくのは、やっぱりどういうところから上がっていくんですかもう、この下で活躍度合いなんですかそうですね。うん、いや、それはもう、ピッチャーは投げる球が一番だし。うん そうですね。もうバッティングも、その、毎日コーチは見てますから。ひたすらアピール。こいつすごいなって、思ってくるんですよ。ーへえ。で、じゃあ実践使ってみようかって、実戦でもこ、この結果が出ていく。とか、ああ<ー>。パピッチャーなんかは、もう圧倒的にイニングを支配できるピッチャー。うーもう1イニングも、もあ、こいつ出てきたらダメだなっていう。感じの球を。そうなんですよ。だから、 そうですね、一番はもうストライクゾーンでいきなりストライクゾーンで勝負できる、<ー>で追い込める、<ー>それでアウトを取れる、だからボール、ストライク、ボールってなったりしないんですよ、ストライク、ドンドンドンっていけるぐらいの感じでいかないと、うい一軍のやっぱりもう山口がいい時なんて。はい もう8回山口出てきた終わりって感じでしょうん、確かに。それが圧倒的な支配なんですよ。しね、それをできないと、ちょっとでも不安があるとフルカウントになって、うもうどっちに転ぶかわからない。そうですよね。玉数も増えますしね。そうなんです。それがだん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 結果が、まあいい時もあるんですよ、正面ついたり。はい、それが、えー、まあ。 一軍行ったり来たりする選手にはそれができない。うん。試合を圧倒できるとローテーション入る。うん、なるほど。そうするともう何億って数えますから。はあ、ビッグドリームですね。もう頑張っていただきたいと思います。はい、ね、育成8位、荒井宗達。外野手ね。8人が入ってるんだけど、もう彼らは、 やっぱ育成ということで、もう、なんか、背番号も3桁だし、辛い思いはあると思うんだけど、まあでも結局松本さんみたいに自分のアピールすることを、何がアピールできるんだっていうことを最大限にこう生かして、えもうキャンプから、うん、飛ばしてほしいなと思いますけどね。そうですよね。山口投手だってね、育成ですし、本当に、チャンスはみんな同じですよね。うん、あると思いますから、はい まあ、えー、高校生でも、大学生でも、社会人でも、もう、年は関係ないですから。うん、もう、18歳だろうが、25歳だろうが、えー、活躍するのに年齢は関係ないですからね。うん、これは、どんどん上がっていくのは、やっぱりどういうところから上がっていくんですかもう、この下で活躍度合いなんですかそうですね。うん、いや、それはもう、ピッチャーは投げる球が一番だし、うん。育成出身で、はい、多分、プロのコーチになるのは、 初めてじゃないかなと思うんですよね。<ー>で、まあ、えー、三軍っていうのはソフトバンクとジャイアンツがあるんですけど、はい、そのやっぱり育成の気持ちをわかるん松本さんが、そうですよコーチになるっていうのは非常にこう価値があることじゃないかなと思うんですよね。はい、本当にまあ、今ソフトバンクの千賀投手なんかもん、 えー、キャッチャーの海選手なんかも育成で、うもう育成からどんどんもう日本シリーズとか WBC まで選ばれたりとか、だから入るのはドラフト1位でも育成でももうチャンスは一緒だと思うんですよ。<ー>でも入って、もう今でも、今、まあ自分も振り返るとそうなんですけど、ドラフトされた時って、一番 気持ちがチヤホヤしてるんですよ。ね。そうですよね。でも今、あの、宮崎行ってるジャイアンツの選手は1500スイングとかしてるんですよ。はい、ね。首切ってるんですよ。それほど毎年毎年、えー、生き残っていくっていうのは大変だということですね。えー、まず育成選手8人のね、名前を紹介したいと思います。はい、え比、ー、嘉健信投手。高校生ですね。はい えー、育成2位、山上慎吾。これもピッチャー。はい。比嘉選手は内野手ですね。3位が、笠井俊選手,手、えー。東北福祉大学、外野手ですね。えー、4位が、田中雄大、えー、ピッチャー。えー、5位が、広畑瑠偉、えー、キャッチャー。えー、第6位が小、小山翔平、大学生、えー、キャッチャー。 えー、第7位、折下幸樹、えー、ピッチャー。新田の高校って、徳島の新田の高校かなあ、<お>すごい。う,いうちのあの、実家の近所だ。はい、ああ、そうなんですか。うんう。もう地元じゃないですか。ドラフトにもかかって、選手は、今もうどれだけ、高校生はもう、引退してるわけじゃないですか。で、自分でどれだけ追い込んでるか。うん。その間絶対やってないですよ。僕も全くやってなかった。<laughs> そうですよね。だからね、そのあたり、あの、もう指名されて、来年の1月に合同実主トであって、2月にキャンプ始まるんだけど、うん、まあ、そこまでにどれだけのことをやってるか。そこで結構差あ出るんですね。やっぱりね、うん、まあ、吉川選手、去年のドラフト1、はい、1> やっぱりもう、自主トレに来るまでの準備が、もう断然足りなかった。うん、ああ、そうですか。うん、だから、そのあたりをちゃんとやっておく必要があるんじゃないかなーって。 思いますねまあ今年もえー、育成選手が8人指名して、はい、でその分えー、今年うんまあ試合家選手も含めてその分首切ったわけですよまあそうです、ね、ドラフト7位でで育成が8人ですから15人取ってるんですよと、はい、いうことは15ねえはい会うことあるのかなやあると思いますよ <laughs> ジャイアンツ球場行けばまず、ね。なかなか行かないもんね。まあまあまあ、でも、キャンプとかね。あのー、マスダ選手っていう、育成から試合が登録された選手がいるんですけど、徳島で。はい。で、私の先輩から、あのー、今度、俺がちょっと面倒見てたやつが入るから、あのー、水野ちょっと何かあったら声かけてやってくれよってって、<ー>入ってから初めて会うまで2年かかった。<laughs> あでも、会えたんですね。会えた。だあの、去年の、あ、今年だ。ああオープン戦1軍に帯同してきて。ああで、皆さんって、何々先輩から、えー、言われてるんですけど、つって、おお、お前か <laughs> <laughs> そんなもんですかいやいや、まあ、そりゃもう1軍中心にしか行ってないから。まあまあ、そうですよね。なかなかね、見ることはできないんだけど。でも、そういうあたりも、松本さんなんかは、もう育成の気持ち分かってるから。そうですよね。えー、もう、あと一人。